女性の方が取ります。はい、終わってくださいね。はい、はい、はい、もう一回サーブやります。今1対2になりました。はい、キスしましたね。でサーブが今度チェックになりますね。でサーブ出した方が変わっていただいて、レシーブした方がサーブというふうな形になります。未経験者の方、よろしいですか？大丈夫、ついてきてくださいね。分かんないことがあったら分かりませんって言ってくださいね。優しく答えます。で、女子もう一回千葉君から山下さん、はい、この場合は男性ペア対女子ペアになりますので、ハンディは何点でしょうか？2点、すいません、打ち合わせ不足で申し訳ありません。2対0から始まります。で、女性ペア対混合になります。この場合は、ハンディは何点？1点です。当たりです。1対0から始めてください。これが、ハンディなので、よくよく気をつけてください。ね、で、今回見渡すとですね、男性にも当たらず、女性にも当たらず、中性みたいな方がいらっしゃるんですが、その方は戸籍上の男性、女性の方でやってください。ね、自己申告をお願いいたしますね。で、ですね、未経験者の方、よく聞いてください。あ、サーブがうまく出せないっていう人は、多分いらっしゃると思います。で、その場合ですね、これでいいです。これでいいです。難しいなって思ったらこれでいいです。で、本来ダブルスはですね、この半面とこっちの半面に入れないといけないんですけど、あ、これも OK にします。これも OK にします。ただし、あ、これは悪意ある。これはダメです。これはダメです。よろしいですか？このセンターラインぐらいであれば、ね、OK にしてあげてください。未経験者の部は緩い大会ですので、ただしこれは一般の部には適用されません。卓球経験の方には適用しませんので、これはあくまでも未経験者の部の話でございます。よろしいですか？ね、これまでで何か質問ある人いませんか？大丈夫ですね。よろしいですか？はい、そうしますと、あ、もう一個、ワンバウンドさせて出していただいていいんですけど、こういうのはなしにしてくださいね。未経験者の方ね、もちろん普通に出していただいても、普通にね、普通わかるかな。こう普通に出していただいても構いません。自信がない方は第2つやってバウンドしていただいても結構です。よろしいでしょうか？ここが、重要になります。で、未経験者の、ですね、一般の部の方は、3ゲーム目になりましたら5点取った時点で場所を変わるチェンジエンドというものがあるんですが、未経験者の方はそれするとぐちゃぐちゃになるので、そのままやってください。チェンジエンドなし、3ゲーム目ね。よろしいでしょうか？で、何かありましたら、ありがとうね、聞いてくれてね。何かありましたら、審判員で名札がついてる方、前に出てる方いらっしゃいますので、分かんなかったら聞いてください。多分試合も出られてますけど、会場を回ってらっしゃると思いますので、ぜひぜひ聞いてください。リーグ戦、試合の方は、リーグ戦、3組あると思います。3組のリーグ戦があると思います。で、試合順がコード番号を会社に渡しますので、それの順番に従って行ってください。よろしいでしょうか？以上で、あ、すみません、大事なこと言ってます。リーグ戦が終わりましたら、各順位トーナメントがございますので、帰らないようにお願いいたします。リーグ戦2試合終わって、その後トーナメント、各トーナメントがございますので、帰らないようにね、試合をして、たくさん行って、
しく一日過ごしていただけたらと思います。今石川大先生からですね、試合が終わりましたら、順位の確認等をしたいので、そのリーグ戦の3名の方揃って本部席まで来るようにお願いいたします。はい、以上で私の方からルールの説明等をしたいと思いますが、あくまでも緩い大会ですので楽しくやってください。ありがとうございました。はい、大会ルールについて小松原敦史新会長から説明をさせていただきました。さあ、では最後に大会本部から署名諾をお願いいたします。はい、おはようございます。それでは本部の方から4点ほど、ご説明いたします。1点目、1リーグのベスト4からは、旅館湯田温泉の時盤の方に会場移しますので、1リーグのベスト4の方は、会場移動があります。それから2点目、12時頃にですね、予選が終わった後ぐらいにお楽しみ抽選会というのと、ベストドレッサー賞の表彰を行います。楽しみ挑戦会におきましては、いろんな温泉地、それから道の駅の商品が当たりますので、ぜひご参加ください。それから3点目、平野紗友香さんとのエキシビジョンマッチがあります。これにつきましては、この会場の中から、10名を選ばせていただきますが、まず参加申し込みが必要ですので、この、会場出たエントランスのところに、申し込み書がありますので、それに皆さんお名前を書いていただいた人が、抽選券の可能性がありますので、それに書いていただいた方から抽選させていただきます。これもお昼に抽選させていただきます。10名です。最後に4点目です。参加者の中に入浴券がクリアファイルの中に入っています。湯田温泉の温泉の森の入浴券が入っています。通常1000円の入浴券ですので、ぜひ今日と明日利用できますので、ぜひご利用いただきたいと思います。以上です。頑張ってください。試合前の準備運動を皆さんと一緒にしていきたいと思います。準備運動の指導はですね、山口市のお隣防府市から、今年2月に NHK の鶴瓶の家族に乾杯で笑福亭鶴瓶さんと試合の時計とボックスさんも体験されました。お笑い本世界選手権のさらなる広がりを目指して、お笑い体操の普及にも努めていらっしゃいます、世界お笑い協会副会長の黒川康夫さんです。拍手を皆さんしていただいて、どうぞお迎えいただきたいと思います。じゃあ皆さん、こんにちは。じゃあ、ご起立でお願いいたします。世界お笑い協会副会長、昨日のテレビ朝日羽鳥慎一モーニングショー、羽鳥慎一モーニングショー全国で紹介されたお笑い大会ですね。今日はこの会場で大きくアップをしたいと思います。2分20秒の簡単な体操ですがですね、最初に一度リハーサルをして2回目の音をかけて、実施したいと思います。動きが全部右からですけどですね、私と同じようにやっていただいたら結構です。2分20秒よろしくお願いします。では足踏み、はい、右足からそのまま足踏み8回、はい、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、1、はい、じゃあ徐々にガッガリ技、1、2、3、4、5、6、1、はい、で頭の上でもう一遍ジュッと乗せます。右手膝の上、左手膝の上、背筋を起こしても、ね、ぐーっと沈んで、このまま1時間は試合が終わりますのでですね、肩を前から後ろに1回目、もう1回回します。やはり笑いの顔は手話でですね、もう笑うというで、これお腹のところですね、わっ、4、6、1、8、はい、はい、はい、今度は上です。せーの、わっ、あ
回転をで平泳ぎをやってみます。はい、でしょ。今度は前にパンプを出します。せーの、わああ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 あご紹介させていただきます。来賓を代表して山口市の伊藤副市長様、そして山口県農業協同組合中央会の金子会長様でございます。審判は石川佳純選手のお父様、石川公康様にお願いいたします。ではよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではいいですか、一本勝負です。金子会長のサーブで一本勝負です。いいですか、一本勝負。はい、じゃあどうぞどうぞ。ちゃんとできるあ今の西岡さんの出方でもう一本やりましょうか。なるほど、もう一回もう一回もう一回いけよいしょはい、では以上で始球式を終わります。ありがとうございます。
まくりました。会長となる方もございました。そして石川公久さんに審判をしていただきました。選手の皆様、ご来賓の皆様、オープニングセレモニーにご参加いただきまして誠にありがとうございました。それでは皆様、これより競技に入らせていただきます。試合開始は10時40分です。10時40分とさせていただきます。およそ10分時間がありますので、この間に台を元の位置に係の者が戻させていただきます。そしてもう一つ、ぜひですね、皆さんに聞いていただきたいことがあります。 KRY の高橋アナウンサー、お願いいたします。皆様おはようございます。熱血テレビの高橋豊です。今日も皆さんの試合を実況させていただきます。予選リーグからカメラとともにですね、この実況の画面を持ちながら皆さんのそれぞれのテーブルを回りたいと思います。一つお願いがございます。今日この場に出場していることが他の方たちに言っていないという方、テレビで紹介されると不都合があるという方は、ぜひとも試合前にスタッフの方に申し付けてください。それでは今日、決勝戦、時和での決勝戦に向けて皆さん、いい試合をお願いいたします。頑張ってください。ちなみに放送日は6月3日月曜日の熱血テレビです。それと次の月曜日、6月3日の月曜日の、失礼しました、今度の月曜日のスポーツコーナーのニュースと6月3日月曜日の熱血テレビで熱くご紹介させていただきますので、皆さんいいプレーをお願いいたします。実況よろしくお願いいたします。そして YAB さんもしっかりとこのいい映像を撮っていただいて、ニュースの方へお願いいたします。さあ、そして NMS の方ではですね、今日は皆さん、札幌プロラベル SL 山口号のデザインの札幌プロラベルを来週あたりから発売します。